今日はですね、ドリーム17の、スピーカーカードの発表をさせていただきます。早速では発表します。ライト級のワンマッチでございます。青木真也対ロブマックロー、青木真也対ロブマックロー、そしてもう1カード、こちらもライト級のワンマッチで行います。北岡悟対ビラミー・シケル、北岡悟対ビラミー・シケル、今日はこの2カードを発表させていただきます。まずですね、ロブマックロー選手ですね、青木選手と対戦するロブマックロー選手、今資料をお配りしております。彼ですね、ベラトールを中心に戦っている選手なんですけれど、そのベラトールのですね、CEO のビヨン・レブニー氏からコメントが届いておりますので、まずはそれを読まさせていただきます。マックローの恐るべきスタンドと素晴らしいサブミッションディフェンス、マックローは恐るべきスタンドと素晴らしいサブミッションディフェンスを持つ選手です。そんなマクローが青木選手と戦うライト級では世界で最高の戦いの一つであるこの試合は激しい試合になるでしょう。 MMA のファンとしてドリームと一緒にこの試合を組むことができてとても嬉しく思いますというコメントをいただいております。はい、で合わせてマクロー選手のコメントも読ませさせていただきます。青木選手はこのスポーツにおいて伝説的な存在で、そのような選手と試合ができるということは非常に光栄です。この試合は私の人生において最大の試合になり、下手をすれば病院行きになりかねないと思っています。彼は間違いなく世界のライト級でもトップ5に入る選手です。戦い方としては青木選手がミスをするのを待ち、そこにつけ込んで彼を殴りたいです。彼が得意とするグラウンドゲームに付き合おうとは思っていません。最初のゴングが鳴ってからすぐに自分のペースに持ち込みたいです。彼を殴る瞬間が訪れるのが楽しみでなりません。この試合は必ず1本か KO で終わらせるつもりでいます。青木選手に勝つことが私にとって今一番重要なことです。世界トップレベルの選手と試合ができるだけでなく、その選手を粉砕すること、それができれば私のキャリアにとっても大きな意味を持ちます。そしてそのために私は戦っているのです。ちょっと長いですが、以上がマクロー選手からのコメントです。今資料をお配りしておりますが、マクロー選手ですね、もともとはですね WEC で戦っていた選手、第4代の WEC のライト級のチャンピオン、打撃のすごく、強い選手です。コメントからも分かる通り打撃には自信を持っている選手ですので、青木選手の試合はすごく激しい試合になるんじゃないか なと、期待しております。で、もう1カードですね、北岡選手と、シケリム選手のカードなんですが、北岡選手は本当にプライドの時代から数えて、もともとはライト級のトーナメントをやるという中で、勝てば、ライト級トーナメントに出るというそういう試合があったんですけれど、プライド自体が休止というかいう状況になって、これ僕の個人的な話なんですけれど、一緒に仕事することがなかったんですけれど、今回初めて、北岡選手に参戦していただけることは本当に嬉しいですし、すごく期待をしています。で、対するシケリム選手なんですけれど、前回、参戦を予定してたんですけれど、怪我で、試合をキャンセルしたんですが、シケリム選手の方からは怪我は完全に治っていると、拳の怪我だったんですけれど、怪我はもう全部治っていて、北岡選手とであればすごく激しい試合になる、彼もシケリム選手も決めの強い選手ですので、北岡選手にはそこは負けないというふうなことを言ってましたので、この試合もすごくスリリングないい試合になるんじゃないかというふうに期待しております。はい、私の説明は以上ですね。はい、ではそれぞれ、じゃあ青木選手からどうぞです。はい、そうですね、9月に向けて、一生懸命やるだけかなと思います。以上です。はい、ドリームというリングに初めて出ます、北岡悟です。田原さんから4年半前の話を言われたんですけど、もう僕にとっては過去でしかなくて、そうですね、それは
戦国ですらもう僕にとっては過去でしかないので、今や未来が大事なので、そういう意味でこの9月24日にドリームというリングで試合させていただくってことは僕にとっての未来なので、それが一番大事なことかなと思います。9月24日が僕にとって一番大事な日です。頑張ります。はい、ではご質問を受け止まります。では映像を見たかどうかわからないですけど、失敗しないと印象を何をするか。強いと思います。はい、でもそれは試合をまだするので、試合を見れば全て当たると思います。はい、2試合生で見て、もう1試合も映像で見て、日本での試合ですけど、まあ、見て、今 UFC の映像ちょっとお願いしているところで、そうですね、ブラジル人といえばというような試合ぶりの選手で、荒いけど大気アグレッシブで、まあ多分ルタ系の流れだと思うので、決めもできるという選手ですね。まあアグレッシブ風でアグレッシブじゃない選手って MMA では多いんですけど、いわゆるマチっていう選手が多いんですけど、ちゃんとアグレッシブな選手なんじゃないかなと思います。ブラジル人で全般に多いことだとは思うんですけど、だから手は合うと思います。で、合わせたいわけじゃないんですけど、はい、で勝てば何でもいいんですけど、北川選手はそのドリームに何を求めてるんですか。そうですね、何を求めて、バランスが何とも言えないところで、求められたから上がるっていう部分もありますし、僕が求めたものをくれるから上がるという部分もあります。要はようやくその利害と状況が一致したんだと。そういう意識ではなくて、9月24日という日が大事です、僕にとっては。もっと突っ込んでもいいですけど、そこはそれでいいんだったら終わらせます。じゃあ、ご質問がありますけど、そのチャンピオンとして青木選手と言われた最中に、はい、そこに挑戦してみたいと。それがなんていうんですかね、僕の格闘技人生の全てではないっていうふうに、まあ、僕なりにこの1年間ぐらい考えてきて出てきたことであり、あとは今の現状で青木選手の名前を出すことはすごい大変失礼なことだと思うので、それは極端なこと言うと、僕が戦国出るときに最初尾身選手の名前を出すことをすら失礼って言ったんですけど、その時よりも差があるんじゃないかなと思ってますから、あの時はまあ内心やれば勝てるでしょって思ってたんで、そう言いつつ尾身選手のことを、だけど今は僕は実際そうも思わないし、あとは世界的なその MMA の、 そのランク付けとして絶対的な差があるし、だから失礼だから言いたくない。まああれですよね、まあ同じ仲間でやってることを分かってて、こうそういうこと聞くのはちょっと芸世話だなと思いますけど、あんまり僕は好きじゃないですね、そういう質問をすること自体は。このスポーツは
殴り合うスポーツで、お互い傷つけ合うスポーツだってことを分かっててやってて、でそれを理解して自分たちはチームでやってて、で求められたら最終的にやるっていう気概を持ってやってるので、この状態でそれを聞くのはちょっと俺はおかしいかなと思います。お二人で一緒のリングに上がる、今回二人で一緒のリングに上がれるっていう状況はどういうふうに感じてますか？これまでは違ってたわけですけど、まあ一緒のリングに上がるというかいうことに対してはあんまり、ああついに来たかっていう感情は特にないですね。もう嬉しいか嬉しくないかといったら嬉しいことですし、うん、まあ同じ表現の場でどちらがいいインパクトを与えれるかっていうのは正直意識してます。はい、負けたくないなって気持ちは強いです。はい、あの青臭いですけど本当に同じリングに上がれるっていうか、同じイベントで一緒に何かを作るということは嬉しいです。別に何だろう、何か仲良く、本当に別に仲良くとかじゃなくて、あの普通に仕事なんで、本当に部活ではないんで、はい、学祭でもないし、まあ、彼が言ったようにそういう部分での勝負ですよね。はい、それは失礼じゃないのかな。あ、まあそれについてはあのそこについては数違うんです。先週はムシャキサライトはシンガポールの、そうですね、8月の半ばから1ヶ月、まあ、行ってこようかなと思ってます。それはあの今回の試合に向けてっていうこともありますし、それ以上にやっぱり自分が強くなっていくための2年後3年後への先行投資という意味も含めて行きたいなと思い行く計画を立ててます。